アンリ・ネスレ・アンリ・ネスレは、世界最大の食品飲料会社で、ミルクチョコレートの製造元として知られる、株式会社、ネスレの創業者である。ハインリヒ・ネストレは1814年8月10日、ドイツのフランクフルト・アム・マインに生まれた。ヨハン・ウルリッヒ・マティアス・ネストレとアンナ・マリア・カタリーナ、エーマンの間の子供14人のうち、11番目の子であった。ハインリヒの父は、 その父ヨハムウルリッヒネストレ同様代々の家業を、ついでテーンゲスガッシでガラス屋を開いていた。フランクフルト市長のグスタフ・エドムンドネストレは彼の兄弟である。ネストレ家はドイツの南シュバーベン、つまりドルンステッテン、フロイデンシュタットやミンダーバッハ、ナゴルド、ズルツ、アムネッカーといったシュバルツバルトの自治区をその地としている。ネスルはシュバーベン語で、 小鳥の巣を意味し、名前としては、ナストリン、ナストラン、ネスリン、ネッサルン、ニエッセルといろいろな綴り方がある。ネストレヌ家系図は、ミンダーバッハ出身のハンス、ハインリヒ、ザムエルのネスリン三兄弟から始まっており、その紋章は、母の巣に幼いサンバの鳥、というものである。三兄弟の父は、1495年生まれである。 長男のハンスは1520年生まれ、同名のハンスと名付けた息子は後にナゴルドの市長になった。彼の息子ウルリヒヒは利用士になり、その5番目の息子が一族で初めてガラス屋になった。その後5代にわたって、この職業が父から息子へと引き継がれている。さらにネストレケからは、ドルンステッテン、フロイデンシュタットやナゴルド、ズルツ、 アムネッカーの自治区の長を何人も排出している。1836年、ネストレは薬局店主の J.E. シュタインの下で4年間の見習い期間を終えた。1839年末には科学実験、薬剤師、医薬品販売を正式に認可された。この間にスイスのベベイに移住し、新しい環境に早くなじむために名前をフランス語式の アンリネスレに変更した。1843年、アンリネスレは当時最も発展的で、多様とだった地場産業の一つ、西洋油菜の生産に乗り出した。またオイルランプに使うナッツオイルやリキュール、ラム酒、アブサンや酢の醸造にも関与していた。彼はまた炭酸入りミネラルウォーターやレモネードの製造販売にも手をつけたが、 1845年から1847年の間に業績不振のためミネラルウォーターの製造を中止した。1857年にはガストや肥料の生産に専念している。アンリネスレはアナクレモンティーヌ・テレーズ・エーマント1860年5月23日に結婚した。アンリネスレがいつ乳児用を調整粉乳の製造に着手したのかはっきりしない。 その動機については、いくつかの要因のあることが知られている。アンリネスレは牛乳に、小麦粉、黒粉、砂糖を混ぜて、粉ミルクを作り、母乳栄養養育が受けられない子供の代用乳とした。さらに、友人の栄養学者、ジャンバルタザール・シュニッツラーと共に、乳幼児が消化しにくい酸を、小麦から除去した。水を加えるだけで作れる製品は、 乳児用調整粉乳の製品化第1号だと考えられる。人々はすぐに新製品の価値を理解し、ファーン・ラクテ・ヘンリネスレイ、アンリネスレの小麦粉ミルクはヨーロッパ中で売られるようになった。アンリネスレによる実用粉ミルクの発明が何年だったかはっきりしていないが、1867年には製造していたのが遡れる。1870年代までには米国で、 バクが、牛乳、砂糖、小麦粉で作られた、ネスル、エスインファントフード、ネスレのベビーフードは1便0.5ドルで売られるようになった。アンリネスレは1875年、仕事仲間に会社を売却して、家族と共に、モントルーに住み、グリオン村へも行き来した。そこで小規模な貸し付けや公的な資金援助を通して、人々を助け、地元の基盤を向上させた。 グリオン村の彼の家は後に、ピラ・ネスレとして知られるようになった。アンリネスレ・エーマンは1890年7月7日、心筋拘束のためグリオン村で死去した。ありがとうございます。